予備予選の結果発表は当初9月30日の予定でしたが、急遽前日の夜の発表となりました。そのため信行さんはコンクール会場での発表には間に合わず、ロビーに張り出された掲示板で名前を確認することに。あった67番。なんて書いてある？信行辻ジャパン。嘘。あった。よかった。よかった。おめでとう。ありがとう。とりあえず握手。よかった。どうも川上先生、ありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまで合格。よく野田さん見つけた。よく見つけた。67番なんだ。67番。アルファベット順だからね。ああ。A から順番にね。80人です。もうお風呂入ってて今ちょうどなんか出た頃で、もう発表なんで今日なのかって思って、もう急いで出てきて、もうびっくりしましたよ。もう急に発表が変更になっちゃう。ねえ、で見てもらって受かったって聞いてやっぱり嬉しいですよ。もうそれでもう一次予選頑張るぞって、やってやるって気持ちになりましたね。最終的に予備予選に出場したのは257人でした。そのうち80人が一次予選に進みます。日本人は信行さんを含め19人が残りました。審査員は信行さんの演奏をどのように評価しているのでしょう。点数制ですので、どの審査員がどんな点をつけているかはお答えすることはできません。ただ彼の評価で非常に大事なのは、私たち審査員全員が普通に目の見える人と同じ基準で彼を評価しているということです。そうでなければ彼に対して失礼だということです。ショパンコンクールはピアノだけのコンクールで、演奏曲目もショパンの曲だけです。つまりショパンを弾けばそのピアニストの力量がわかると言われています。ショパンをどう理解するかっていう部分は人それぞれ違うと思うんですよね。だから今信行くんが今の17歳という年でもね、ショパンの理解、プラス今できる それを理解した上での表現力ですよね、これがどこまで出るかで、それはあの彼のキャラクターというか性格と、音楽の感じ方とね、表現力が本当にある程度まで高みまで持っていければね、審査員はそれを理解してくれると思いますね。楽譜をそのまま弾いただけではショパンにならない。信行さんには17歳では考えられない一音一音に込める表現力があると川上先生は言います。信行さんの音楽に対する純粋な心、そしてショパンに対する尊敬の念、それが聴く人の心に伝わり、感動を呼ぶ演奏へとつながっているのかもしれません。
予備予選の時に私はノートを取っていて、信行さんがステージに上がったところを見ていませんでした。数分演奏してから目が見えないのだと気づいたのです。つまりテクニックは大変安定していて素晴らしいし、技術的にも表現力のあるピアニストだと思います。全然そういう部分ではその苦労がないですし、そのピアノに関してね、もちろん日常生活っていう部分ではいろいろありますけど、だからそういう点本当にあまりその全盲っていう部分は音楽家にはハンディにはならないんじゃないかなって、第一次予選の演奏曲目は6曲、時間にしておよそ45分、休憩なしの演奏ですから体力と精神力は相当なものです。無事に終え、この日はレッスンを休んでワルシャワ郊外にあるショパンの生家を訪ねました。細いんだけど幅が細い。ピアノの詩人と言われたショパン、そのショパンが愛用していたピアノ、ショパンの心をつかもうとここで弾いてみることにしました。そして神の手と言われたショパンの手にも触れてみました。一次予選の結果発表、この日で80人から30人に絞られます。発表の予定時間が過ぎてもその気配さえありません。審査は再投票が行われるほど難航。結果発表は深夜0時半を回っていました。Przeczytam je w kolejności alfabetycznej. I will read the list in alphabetical order. So Jung An, Korea Południowa. Piotr Banasik, Polska. Rafał Blechacz, Polska. Nicolas
Grandier, Francia. Chao In Chang, Taiwan. Nobuyuki さんの名前がなかなか呼ばれません。Numer 66, Krzysztof Trzaskowski, Polska. Numer 67, Nobuyaki Tsuji, Japonia. Numer 子どもたちも先生もそして保護者も辻井さんの演奏をライブで聴くのは初めてです。辻井さんは子どもの頃ショパンで一番好きだった曲を披露しました。Thank you.
この後辻井さんは自作の曲を演奏しました。First piece is Chopin and next piece is my own piece、did you enjoy? Yes! Yay! Thank you! 今日は素晴らしい演奏ありがとうございました。と私からは2つ質問があります。1つ目は1日どのくらいピアノを練習していますか。2つ目はテレビ番組などで有名になってプレッシャーを感じたことはありますか。まず、1つ目の質問の、1日どれぐらい練習しているのかという、質問ですが、毎日移動とかの時は練習はもちろんできない時とかオフの時とかしない時はありますが、コンサート前とかですと大体、7、8時間はします。それから、有名になってプレッシャーになったこととかあるかという質問ですが、プレッシャーになったこととかはあまりないですし、やはりピアノが大好きなので、もちろんコンサート前で緊張したりとか、やっぱり責任感があったり する時とかやっぱり感じることは、もちろん少しはありますけど、でもあまり感じていないです。辻井さんは最後にオーストラリアを代表する曲ウォルチングマチルダを即興演奏。すると子どもたちが辻井さんの演奏に合わせて歌い出しました。これには先生や保護者もびっくり。まるでリハーサルをやったかのように辻井さんの演奏に合わせる子どもたち、やがて大合唱になりました。辻井さんの音色は子どもたちの心を捉えていました。子どもたちの歌声と盛大な拍手に感動した辻井さんはアンコールに応えました。アンコール？辻井さんは再びピアノに向かうと、その演奏と曲目に全員が釘付けになりました。
子供たちにとって忘れられない至福のひとときを作った辻井さん。サービス精神が旺盛で心優しい辻井さんの人柄がよくわかる演奏会でした。